はい、こんにちは。こんにちは。動画見ていただきありがとうございます。ありがとうございます。今日は、はい、ちょっと前ですかね、販売されて。はい、去年、はい、年末ぐらいですかね。はい、販売されたロックファイター、はい、ロックファイター、ロックファイター知ってるんですか？知ってます。全然自分も生まれる前の話じゃないですか。私はですよね、87年って言ってましたね。87年、生まれてます。生まれてるんですけど、まあでもと言っても自分も小学生とかですよ、正直。何、お前も小学生の頃あったんかぐれえな。何今のって本当俺のこと興味ないよね。まあその車があるんですけど、はい、いや僕も正直だから詳しくはあれなんですけど、はい、その車が再販ということで、いやそれがね、おかげさまで大ヒット。大ヒット。はい。あの初期ロットすぐ完売。書いてありました。はい。なのでちょっとそれをやってみたくなったんでしょ。やってみたくなりました。はい。でそれをちょっと今日はやってもらいましょうかね。はい、その車の紹介を兼ねてじゃあやってもらいましょう。はい。ドッグファイターなんですけど、はい、すいません。僕だとちょっとまだ87年に出た車ですもんね。そう。ちょっとすいません。僕だとあの生まれてないんで。はい。はい。まるで俺がこれ発売された時にやった。もう現役ですよねきっとね。実はね俺ねこれ発売された当時はまだラジコンやってなかったんですよ。おおはい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 。あんまり正直よく知らないんだけど、はい、いろいろ人から聞いた話とか。なるほどなるほど。ちょっとあの僕より詳しいと思うんでちょっと説明を、はい、していただこうと思います。はい、どこか、まあ、この時代は、はい、本当は他の車ってみんなあの四輪駆動の車なかったんですよ。二輪駆動のオフロードカーを使ったのね。おお、はい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 。みんなは四輪駆動の方が速いっていうことに気づいたんだけど、はい、二輪駆動を改造してやってたんだって。でもこれは横もが、はい、じゃあ最初から四輪駆動作っちゃえよって言って作った車なの。ああ、なんかもうコンセプトがもう横もっぽいですね。もう完璧横もっぽいですね。はい、ね、だから当時はこうみんな改造した車だとやっぱり走れない、はい、はいはいはい。でもこれは最初から設計されてる、はい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 、非常に、はい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 、高性能で、はいはいはい、なるほどなるほど。お客さんにもこう喜ばれる車なんですよ。だからそれでみんな結構印象が良くて、はい、まあ、今回再販すると、まあ、待ってましたみたいな人がたくさんいた感じですね。当時も売れたってことですよね。当時も相当売れたんじゃないですか。まあ、国内はもとより、はい、海外、まあ、アメリカ、ヨーロッパにかなり売れたっていう話も。なるほどなるほど。だからもうあの非常に人気の、非常によく売れた。これ大体どのぐらいの年代層がぐさってくるんですかね。やっぱりでも50代かな。ああ、なるほど、うん、50代の人でようやくその頃、まあ、20代前後で。ああ、はいはい。僕今60ですけど、その時で、24歳ぐらいなのか。はい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 、はい、そのぐらいの人たちが買ってたら。あ、なるほどね、うん、この車ね、そのなんだかんだ言ってそのちゃんと設計されてて、はいはいはい、実は今の、まあ、ツーリングカーっていうのがあるでしょ。四輪駆動オンロードを走るツーリングカーのベースになってるんですよ、全てが。例えばあのベルトドライブ、ね、前後を2つのベルトで、駆動するスタイルはこれが初めて、うんうん、スーパードッグファイター、うん、それが今のツーリンカーでも受け継がれる主流っていうか普通のあれですもんね。もうほぼそれがずっと使われてきて、はいはいはい、で4輪ダブルウィッシュボンサスペンションっていうのもおそらくこれがまあほぼ最初に近い。これの足が短い版がもう YR4 って車だったんですもん、ね、逆に言うとね、ホイールベースやってそれがオフロードになったん、はい、なったんで、まあ、オフロードの、はい、ダブルウィッシュボンの四輪駆動っていうのはおそらくこれが最初なんじゃないか。なるほどなるほど。だ本当ね、今のラジコンカーの特にそのツーリンカー、はいはいはい、一番流行ってるカテゴリーではもうこれが基礎。作りっていうか、そうですね、足の作り方っていうか、う、うん、まあ、デフもね、この頃はボールデフっていうのも実は詳しい話すると横もが設計して、そうなんですよね、これもう、はい、パテントっていう、うん、まあ、ストップも横も持ってるんですけど、はい、でもあの横もは あんまり欲がないので、あのみんな使っていいですか、はいはい、でみんなゴールデッドを使って、これがそのガッツ、
だもう本当にね、今のラジコンの元祖って言ってもいいぐらい、いろんな、そうですね、いろんなカテゴリーの元祖がこんな感じかな。うん、おじいちゃんみたいな車だよね。おじいちゃんカーですよ。これはあの、このだからツーリンカー俺やりました。 YR4 はやりました。サンザ、はい、うん、YR4 のベースだよね。そうですね、 YR4 です。これもうこれやりましたよね。こういうの、こういうね、白いところをね、ダイロンでね、染めたんだよね。染めたんすよ、これ染め切らないで茶色になっちゃった。そうで、台所がね、臭くなって母ちゃんに怒られてたよ、俺も。懐かしいね、こういうのとかね。まあこれもそのぐらいの僕は思い出しかなくて、まあもともとあのオンロードカーから始まってるんで、僕は、はい、オフロード、そう、俺もそのぐらいの時代なんだ。はい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 、これをじゃあ、はい、せっかくなんで、あのお借りして走行を。明日お借りします。はい、マジか。ちなみに今これもう在庫ないから、これしかないですよね。あのね、売れすぎて、そのまあ僕広報なんだけど、広報で使ってる車がこれ1台だから、これないんですよ今会社に。マジで大丈夫ですか、いけますか。超慎重に運転できるんだったら、次の大会超慎重に予選通過してくださいよ、お願いしますよ。本当に本当ですよ、本当に本当ですよね、じゃないですよ。昔の車だからね、丈夫に作られてるから、まあ、そんなに壊れない。はい、じゃあこれをじゃあお借りしてやってみましょう。どうなんですか、楽しいですか。基本的にあれですよね、いつもこうバギーとか意外に上手に走らせますよね。じゃないですか。慣れてきたじゃないですか。知ってますか、ラジコンとかって慣れてきた頃に事故率が一番多いんですよもうそういうもんですよ、ラジコンは。はい、どうでしたか。40年前の車と思われて、はい、走りやすかった。そうです、40年前からでもこの作りってことらしいんで、それは40年前にこの車あったらよく走るねって多分なるんでしょうね。うん、
で今の車とそんなに変わんない感じで操縦できましたね。はい、はい、非常にじゃあ楽しんでいただければ、はい、そうですね、生まれてない車でも走れるぞって言ったら、はい、走りました。でそこでなんですけどね、実は告知です。はい、こんな感じでこの車のイベントやるそうです。イベントやります。はいはい、2月の4日、はい、でこれバーンと記載が書いてあるんですけど、今日はここの矢田部ラジコンアリーナでやるんですけど、参加費が6,000円、それで、記念の T シャツがつくそうです。今回 T シャツとデカールがつくそうです。はい、でそれと、あ、なるほど、この車じゃなくても大丈夫そうな、そうです。あの要はこんな感じの古い車っていうんですかね、はい、古いヴィンテージカーって、ね、まあ、今ヴィンテージカーって言うんですけど、ヴィンテージカーをお持ちの方だったら誰でも参加できるそうなので、ぜひ、はい、持ってるよって方は遊び来てください。はい、まあ、こんな感じで今日は、まあ、ラジコンの本当のあれですね、元祖に売れたっていうかね、横物元祖ですね。じゃあまたご視聴の方よろしくお願いします。はい。